はようございます。岩手女子の向井光です。今日はこれから愛犬のタイソンの作りを見ていきたいと思います。今日も元気いっぱいタイソンの作りをパッと遊ばせながらやりたいと思います。今日も最高の一日を。食べログ掲載トップ5000よくわかんないけど、まあ、とにかく美味しいということかな。女性がやってんの、これからね、ますます女性活躍社会というか、そもそも女性が活躍とかそういう概念がなくて、 SDGs のジェンダーですとかね、それが普通という、それが気にならないぐらいの世の中になるというね。ちなみに行政書士業界はジェンダーですとか、男女関係なくいろんな人が活躍できるぞとか、素晴らしい業界でございます。はい、というわけでラーメン食べましょう。というわけで、とても美味しいつけ麺でした。これ、ちょっと話変わっていますけど、なんだっけ、レンタサイクルの電気盤みたいなやつですね。最近街中にこういうの増えましたね。まあ、アパートっていうかマンションの敷地をちょっと借りてるっていうか貸し出してるんですね。結局これもそのマンションのオーナーからすれば、ここのスペース有効活用して貸し出すことで利回りを上げるとかね、こういう工夫してるんでしょうね。ここで毎月いくら使うんですか。何が言いたいかっていうと、いろんなところで自分の収益を上げたり売り上げをちょっと増やしたりとかね、利回りを増やすっていう工夫があるんだなと思いますよね。はい、これからいつもろね、バーバーの予約があるんで迎えたいと思います。今最後のシェアカットですね。バーバーも2週間1回、まあ、早ければ10日に1回とかのペースで行ってるんで、この1年もこの道何回通ったかですね。結構たくさん通りましたね、この道も。今年も終わりですね。最後の散髪、だいぶさっぱりしました。でもちょっとだいぶ上の方も伸びてきましたね。少しイメチェンで伸ばしてるんですけどね、来年はどんな風になるか楽しみです。というわけで自宅に帰ってきました。これからジム行く前にちょっと終わらせてしまいたい作業があるので、集中して作業をしてしまいたいと思います。そしたら仕事も終わったんで、今日のルーティン、ジムに行っていきたいと思います。しかし、いよいよ年末ですね。今年も何回ジムに行ったか、この道を何回歩いたか、来る日も来る日もね、雨の日も風の日も決めたスケジュールを淡々とこなしていくっていうのはね、時に辛い時もありますけど、でも数年経ってみるとね、その結果っていうのが大きく違ってきますから、あの時やっとけばよかったとか、後で後悔するのはね、本当に嫌で、後悔したくないって思いがね、強いんですよね。それもやっぱり経営と通ずるところがあって、ただね、なんとなくやりたい時にやってるだけだと全然成果出なくて、やりたいことばっかりやっててもダメだしね。まず自分の理想の状態、目的、目標っていうものを明確にして、そのために実現するにはどうしたらいいかっていう計画をして、そして戦略を考える。
より効率よく、より正しい方法は何なのかっていう情報収集をして、インプットして、それを実際に実践してみて、その上でもっといい方法はないかとね、検証しながら、まあ、つまり PDCA を回していくってことなんですよね。それを淡々と淡々と毎日毎日積み上げていくと、少しずつ少しずつ歩調をつかむし、重量が上がるようになってくるし、結果として自分の求めている状態になっていく。これって本当に経営と同じで楽しいですよね。自分の組織のビジョンを考えて、目的を考えて、目標を考えて、実現するための計画、行動計画を決めてって、戦略を考えて、より良い方法を常に考えて、そして淡々と淡々と PDCA を何度も何度も回して改善を続ける。そうするとすぐにはね、パッと成果は出ないかもしれないけど、1年後、2年後、3年後確実にいい結果になってて、それをやるやらないでは本当に大きな差になるから、やっぱりね、一日一日の積み重ね、これしか大きなものを手に入れる、遠くへ行くことはできないんで、日々の積み上げっていうのを大事にしていきたいですよね。時間がかかることは後で急にやろうと思ったんで、いくら頑張ったって時間が必要だから、その時になって後悔しても遅いですからね。ぜひみんなでそれぞれの目的目標を明確にして、実現のための日々を積み上げていきましょう。じゃあジム行ってきます。本日のトレーニングも終了しました。これからお家へ帰ります。最高です。はい、というわけでジムも終わって無事に帰宅しました。これからゆっくり湯船に浸かって、マッサージ機とか乗ってね、体をほぐしてゆっくり就寝したいと思います。お風呂を沸くまでちょっと時間あるんで、愛犬とね一緒に遊びながら読みたい本もあるんで、キンドルで、ね、読書したいと思います。というわけで湯船が沸いたみたいなんで、これからお風呂に入ってゆっくり休みたいと思います。湯船に入ってゆっくりするってすごく大事で、睡眠の質もかなり良くなると思うんですよね。睡眠の環境もできる限りこだわって、空気清浄機とか加湿器とかね、マットレスとか枕とかもそうですけど、自分に合う睡眠環境というのを整えて、サプリメントなんかも飲んでね、やっぱり毎日8時間寝るっていうのをお勧めしたいですね。よくショートスリーパーっていう人もいるんですけど、1日6時間しか寝てない状態が続くと、とある研究結果では丸2日間徹夜してる人と同じぐらいの集中力や仕事におけるパフォーマンスしか発揮できないっていうね、研究結果も出てるんですよね。だからショートスリーパーの人はもちろん睡眠が短くても眠くならないっていう体質だとは思うんですけど、実際もっとちゃんと寝てれば仕事のパフォーマンスとか集中力とかもっと高いはずなんですよね、研究結果によると。だからやっぱり睡眠環境を整えて8時間寝るっていうのが毎日の質をかなり良くしてくれると思うんですよ。やっぱり運動ですね。運動は1日1時間僕は好きでハードに激しい運動をしますけど、そこまでやる必要は全然なくて、1日1時間
軽い運動とか筋トレとかそういう運動習慣をつけるとそれもまたねストレス発散になるし睡眠の質が上がるしすごくいいですよね。さっきジム行く途中も話しましたけど、やっぱり一日一日の積み重ね積み上げっていうのがすごく大事で、より良くなるために考えながら積み上げていく1年を、目的目標を持たずになんとなく過ごす1年と同じ1年だと思うんですけど、その1年後の自分の姿っていうのは全然違うものになるんですよね。それが積み重なってきて5年10年ってなってくると全く別世界になる。僕も改良して11年目、今度12年目になりますけど、もしあの時改良せずに勤め人のままねいたら、今の生活なんか絶対にありえなかったし、ライフスタイルもそうだし収入とかもそうだし健康状態とかね精神的な充実感とかね、そういったものも全部ひっくるめて、もちろん人脈とか人目にの頃だと知る由もなかった世界をたくさん知ることができたし、国内旅行や海外旅行なんかもそうだし、このままだったら絶対に経験できなかったことをたくさんすることができたんですよね。10年ですよ、大事かもしれないけど10年頑張ったら、世界は変わるのに、人生は変わるのにっていうか、本当に痛感してます。あの日あの時、決断をして、一生懸命頑張ってきてよかったし、もちろん開業してからも大変だったこと、苦しかったこと、大きな、いろんな壁にぶつかって今までやってきましたけど、決して負けずにね、一つ一つ向き合って、もっと良くなりたい、より良くなりたいって思いで、頑張り続けてきたら、こんなに幸せな毎日を手に入れることができて本当に良かったなと思うし、あの頃の頑張った頃の自分に本当に感謝してるし、あの頃の自分を褒めてあげたいすごく思うんですよね。まあ、もちろん今は頑張ってるんですけどね。だからここからさらに10年後僕なりに思い描いている未来、理想の未来っていうのがあるので、今はまだまだ届かないけど10年後だったら必ず届くと思うんで、自分の理想の目的目標をね実現していくために、この日この瞬間今というのを大事に一日一日積み重ねていきたいと思います。今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 See you.